はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは。イージスセキュリティのテッドです。よろしくお願いします。はい、ということで、今回の動画はですね、フィナーレ周回の回線切りがね、ちょっと不安定になってきましたんで、それのね、新しい周回方法、アプリ切りになるんですけどね、こちらの方、紹介していきたいと思います。この動画を見てね、よかったなと思っていただけた方は、チャンネル登録、高評価、通知はオンでご視聴ください。よろしくお願いします。さあ、ということでね、ちょっとライブ配信中にね、メンバーと一緒に強盗の方回ってますんでね、ちょっとライブ配信中の風景にはなるんですけども、カイペリ5号とねサクッとおさらいからですね、最終的に回線切りのシーンをアプリ切りして、アプリの初期化ですねするまでの手順をこれから紹介していきたいと思います。ぜひともですねこちらの方ご覧ください。はい、はい、ということで作戦ボードについたらですね、フィナーレ開始していきましょう。もうここら辺はね前の動画でも解説してるんで、特に問題はないと思います。で今ですねライブ配信中ですんで、ちょっとねコメントとかあのテキストスクロール流れてますけども、このままですねちょっとやっていきたいと思います。まだねコサとか持っていない方にこうやってまあお金配ってますよっていうような形でやっていきます。でここロビー画面なんですけどね、ロビー画面も簡単です。コサとか選んでください。で2段目のねここだけ下水トンネル選んでもらったら、もう全部ね、あとは1段目全部選んでもらったら大丈夫です。はい、2段目だけね、進入地点だけ下水トンネルにしてください。で、クルーの割り当て、これはですね、ホストで周回やるんで、メンバーに全振りということで開始ですね。続行で続けていきます。で、ここでね、ポイントなんですけど、右下38秒、37秒ってなってますけど、ここね、30秒切ってから必ず丸をしてスタートしてください。出ないとね、バグって、下水トンネル入れなくなるんで、30秒今切ってから丸をして、スタートしてください。ということで、ここね、水中泳ぐときは一人称にして、ダッシュボタン長押してずっと泳いでいけます。はい、ここのね、チェックポイントついたら、下水トンネルのね、格子切っていきたいと思います。ここもね、一つずつもうちまちま切るんじゃなくて、こういう風にぐるぐる切って、回していきましょう。3、4周でカットできます。カットできたらね、ちょっとしたコツなんですけど、これね、メンバーさんに先入ってもらって、これ、キリカ君、下水トンネルの奥行ってくれへん？奥。はい。奥行って、天井に頭ついて。これね、メンバーさんに先行ってもらって、奥行ってもらって、天井に頭ついてもらって、ホストが後から来た方がね、スムーズに入っていけます。さあ、こっからですね、屋敷の中入っていくんですけども、できるだけね、ノーカットでお届けしたいと思います。さあ、こっから階段上がっていってですね、一人目倒していきます。もうね、殴って倒すだけなんで、めちゃめちゃ簡単です。銃を取り出して、殴って倒してください。で、二人目ね、こっちに歩いてくるときとね、向こうで止まってるときがあるんですけど、これ歩いてきたときはね、十分待ってから追いかけていって倒します。で、三人目ですね、三人目はジグザグに歩くんで、これもですね、待って、から左向いたら、ここのね、手すりを登って倒していきましょう。で、初心者さんとかね、キャリーするときは、防犯カメラね、引っかかる可能性もあるんで、ここだけ壊しておいてもらえたらなと思います。できたらですね、屋敷内の全員を倒していこうと思います。ここもね、難しければ待っといてください。こうやってヘッショー合わせて撃ってもいいんですけども、待ってたらね、これ右に歩いていきますんで、こちら追いかけていって、後ろから殴って倒しましょう。さあ、塔の二人目ですね、5人目の敵、止まってるんで、殴って後ろから倒します。で、6人目ですね、塔の上にいてる敵ですね。これは1つ、2つ、3つぐらい階段登ったら、この角待ちしてください。で、歩いてくるところを歩いてきたら、トンとやってあげます。これでね、6人殴って倒してます。で、こちらですね、入っていただいて、キーカードを取ってですね、金庫を開けましょう。さあ、ここからね、塔を降りていきたいと思います。7人目のね、敵を倒していきたいと思います。さあ、ここなんですけどね、早く来たらですね、こっちにね、渡ってから、後ろからね、トンってやってもらったら大丈夫です。これもね、殴って倒せますんで、一応ね、防犯カメラ壊しておきましょう。防犯カメラはですね、最後の一つをね、壊してしまうと、警報が鳴ってしまうんで、それだけね、気をつけてください。1個はね、残しておきましょう。で、全員倒すルートで行ってみたいと思います。こちらのね、2人組ですね。さっきまでの7人目まででね、一応キーカードほとんど出てくると思うんですけども、一応ね、全員倒すルートで回ってみたいと思います。はい、ここですね。ここの2人組はですね、まず1人にヘッドショットを合わせておきます。1人にヘッドショットを合わせて、撃った瞬間に、別のね、敵にエイムを切り替えて倒していきたいと思います。
こんな感じですね。はい、こんな感じでやってもらったら結構簡単に倒せるんで、すんなりねクリアできると思います。で次ですね、次2人組ですね、こちらの敵を倒していきたいと思います。クラックショットの方はね、2枚抜きできるんで非常に便利だと思います。頭重なったところでトンとやってもらうだけで簡単に倒せます。で次はですね、上のねあの2人組行ってみましょうか。さあ、重装備はね、うちはね、放置してます。重装備はね、もうあえて触らなくても特に問題がないと思いますんで、重装備はね、決して触らないようにした方が安全だと思います。で、こちらの敵もですね、頭重なったところでトンと撃ち抜いていただければ大丈夫だと思います。で、残る敵はですね、一人ですね、向こうの端にいてる敵が最後になります。他のね、ここの門のとこを歩いてる敵とか、これはね、キーカードを持っていないんで、ここでもしね、キーカードが出ていなければ、最後ですね、向こうのね、ここの前にいてる敵を、倒していただければなと思います。で、バレないようにこちらから回っていただいて、倒したいんですけども、あそこにね、防犯カメラがあるんで、ちょっと待ってもらうか、まあ慣れていらっしゃる方は防犯カメラを撃ってすぐに、さっきの2人組みたいにしてね、エイムを構え直して、撃ってからすぐに構え直して撃つみたいな感じでも大丈夫です。防犯カメラ向こう向いたんでね、ここで倒しておきましょう。防犯カメラね、帰ってきて死体が見つかってしまうと警報になってしまうんで、それだけ気をつけてください。で、戻っていってね、保管庫の方を開けていきたいと思います。これがね、全員倒すルートになってますんで、もしね、二人で回って結構ね、グダグダになっちゃったりとかいた方は、こうやってね、一人で、回ってみる方が簡単だと思います。で、こちらのですね、保管庫なんですけども、全部でね、地下も含めて4つあると思います。屋敷内のね、保管庫なんですけども、うちではですね、番号をつけてて、ここのね、海側が1番にします。今入っているところですね、今入っているところが1番で、真ん中が2番で、この南側が3番です。で、地下を4番って言ってます。で、これをねすることによって1番と4番に金塊あるから取りに行こうねって言って、声かけあってねできるんで、これを覚えておいてもらって、お互いねコミュニケーション取って連絡し合ってやってもらったら非常にスムーズにクリアできると思います。こちらですね、指紋クローンメーカーを使って錠を開けたいと思うんですけども、こちらもねめちゃめちゃ簡単です。結構ね最初は難しいっておっしゃる方もいるんですけど、一番上はですね、一番上の画像ですね、2段目一番上を呼び出して1つ右で、3段目は一番上を呼び出して2段目3段目一番上を呼び出して2段目3段目4段目で、これで解除できます。はい、ということで、いろいろね、飛ばして説明してますけども、こっからですね、こっからが本題の、アプリ切りになります。屋敷のですね、左側進んでいってもらって、海に飛び込んでいきたいと思います。海にね、飛び込むの、ちょっとね、わかりにくかったりするんで、このルートでね、行ってください。小屋みたいなところの左通ったら、崖沿いをまっすぐ進んでいきます。で、ここのね、ちょっと飛び出た岬みたいになったところ、ここからね、向こう側に飛んでいきたいと思います。で、車から降りてもらってですね、こちらね、この岬の前の方行ったらね、こうちょっと深くなって溝みたいになってます。ここのね、右に、短いね、鎖の機雷が2つあります。これのね、奥側ですね。奥側。マップで見たらこんな感じです。ここですね。ここで、終了になりますんで大丈夫です。ここで。だいたいね、こんな感じですね。ここら辺に、機雷があるんで、ここの短めのね、鎖の機雷のとこで、待機してたら終わります。で、こっからですね、以前は回線切りしてたんですけども、回線切りがね、不安定になったっていうことで、アプリ切りとアプリの初期化をやっていきたいと思います。暗い画面にね、なりましたら、PS ボタンを長押ししてください。で、クイックメニューの左上ですね、アプリケーションを終了に合わせておいてもらって、この暗い画面がね、開けて、ムービーに入った直後に丸を連打して、アプリケーションを終了してみましょう。はい。今ね、当の、ムービーが流れたんで、丸々でね、アプリケーション終了。で、アプリケーションをもう一度立ち上げていきたいと思います。で、ここでもね、ポイントなんですけども、この水着の女性が、映ってですね、サイレンの音とかが鳴って、この画面の時に、みんなね、L1、R1 とかをね、連打したり長押ししたりしてる人いてるんですけど、
あの結構めんどくさいと思うんで、右スティック傾けておくだけで大丈夫です。アプリを立ち上げた時に右スティックを右に傾けておくだけで明るさ調整の画面に入ります。はい、このね、明るさ調整のディスプレイ調整の画面になりました。で、この画面になったら丸を押して進んでください。これはですね、初期化って言って、コントローラー設定がね、初期化されてしまいます。ですんで、コントローラー設定をね、元に戻してあげないとダメで、これね、ちょっとめんどくさいなって思われる方いらっしゃるかもわからないんですけども、これでね、パンサーをお持ちの方とか、ピンクダイヤとか、これで消えなくなります。回線切りはちょっと不安定なんですけども、このやり方でね、今のとこ失敗した人聞いたことないんで、これをですねやってもらって、パンサーピンクダイヤとかね、金塊いっぱい持ってる方、周回されてる方は、これでですね、周回やっていただければ安定すると思います。で、最後にですね、コントローラー設定ですね、これのやり方だけ紹介したいと思います。概要欄にね貼ってるおすすめの最強のコントローラー設定っていうのがあるんですけども、そちらね見ていただいても結構です。そちらの方も見ていただいてですね、もう今回はですねパパパッと、私がいつもやってる速さでスピードでやっていきたいと思います。はい、オフラインに湧いたんで、コントローラー設定ですね、オプションボタンを押してもらって、オプションからですね操作方法ですね、ここはフルにします。振動をオフにして、視点操作タイプは4回押してスタンダード1人称2にしてます。で、ここのゲージですね。ここのゲージはですね、おすすめの最強のコントローラー設定通りに行くと、マックス、マックス、ミニ、マックスですね。で、デッドゾーンはミニ、ミニですね。で、アクセルはマックス、マックスです。で、この下ですね、オン、オンにしてください。で、オーディオなんですけども、これ、ね、ちょっと下げてます。で、音楽はですね、配信やってるんで、ミニマムにしてます。で、乗り物のね、高さだけ高いにしてもらって、こちらですね、ゲージの下から、オン、オフ、オフ、オフ、オン、オン、オンで、オフとオンを3連続みたいな感じで覚えてます。で、ディスプレイですね、武器照準いつも複雑にしてるんで、これにして、背景ぼかしですね。これあってもね、ちょっと見にくいんで画面がオフにしてます。こんな感じです。これ慣れてきたらね、もう1分もかからずに多分できると思いますんで、こちらね、めんどくさがらずにですね、やってもらったら、ターゲットね、メインターゲット消えないんで、ぜひ皆さんお試しください。ありがとうございました。さあ、ということでね、回線切りが不安定になったんでね、アプリ切りしてくださいね。で、アプリ切った後は初期化をしてくださいね、ということで、紹介させていただきましたけども、こちらですね、見ていただいたらですね、ほぼほぼね、これで失敗する方はまだいてないんで、これでね、ほぼほぼ周回の方は間違いなくできると思います。ぜひともですね、こちら、試していただいてですね、皆さん、フィナーレ周回、フィナーレ無限ループでお金稼ぎしていただけたらなと思います。今回の動画はここで終わりますけども、次回の動画もですね、ご期待いただきまして、皆さん、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。